ということで今回の脱落者はティンカーさんです。おかしいってえぐいってこれえぐい。この先勝因率落ちましたはい、ということでサファリパーク行ってきたいと思いまーす学生旅行始まったぞ、はい、楽しもうぜ。楽しもうこれ待って、誰が仕切るこれえ、まあすんすんすん、まあ一応僕あのね、ちょっと行き先は知ってるんで。そうですえ、いいんかこれ俺らで。だってそうしろって言われてもらえないわけですからね。調査の人はびっくりしてると思う。いやもう、いや俺らが一番想定外に思います。第2話やばい。まあ楽しもう楽しもう、もう一旦楽しもう。そう、学生ね、俺らとかあんまこういうのね行かないやろしな。でもマジで俺初めてなんですよね。え、その上っす。近っ。ちょっと待って、ちょっといるやん、チーター本当だ。え、すごっ。チーター何それ。確かにジュラシックパックってでもこういう感じなんじゃない、やるとしたら。おお、入れたらでかっ。でかっ。トラでかっ。なんかない、なんもかわいい。あー、いるいる。めっちゃいる。おー、めっちゃおる。ライオンだけちょっと密だな。ちょっとこいつが高いな。なんかこいつ疎外感あるな。レンガさん入ったんちゃう。裏側なんちゃう。どれレンガさん。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 これもしなんかさ、人が一人こうやって降りたら怖っ。わ、すげえ、これは立派な爪やな、これ。おこの上のやつ、ボスだ。あ、しかもなんか太陽の影になってるし、今今日もいっぱい来るな。かっけえ。これマジであいつかっこいい。え、あいつかっこよ。やっほじゃあ俺らに仕事を押し付けてさ頑張ってよ俺たちは。おい、カメラな。僕たち今頑張ってます。いや運転してさ、カメラ回してさ、リアクション撮ってさ。俺は動転してるから。何それに対して大人組何してんの、あの人たち。俺らをさ育てるための旅行なんじゃないの。あ、そういう育成旅行もしかして。あ、だからちょっとあの研修料金なんじゃない。わざと負けた。わざと間違えた。あるでこれ。マジか、ドッキリ。ドッキリ、いや、ドッキリあってほしいよ、このもう現状。はい、ではね、まあ学生修学旅行ということなんですけども、ややこしくなるかな。修学旅行でめっちゃ頑張って司会やってくれてるし。はい、いやなんかね、仕切り俺しかいないんで今この姿。こんなことになると思ってなかったよ。思ってなかったよ。思ってなかったよ。もう一番最悪の事態だよこれ。16時のクイズに参ります。よし、はい、問題です。アメリカの第16代大統領であり、南北戦争の際の奴隷解放宣言や人民による人民のための政治などの名言で知られる人物は誰？はい、いいよこれは。はいはいはい、はい、みんなでクリアしよう。みんなクリアしよう。奴隷の仲間やから。ずっと呼んどいて。いや、行きますか。大丈夫、大丈夫ですか。わかりましたか。はい、はい、ではじゃあこっち右側からね、行きましょう。回答どうぞ。リンカーン。正解はエイブラハム・リンカーンでございました。ここで頑張ろうぜ。頑張るぞ。頑張ろうぜ。俺は仲間やから。俺も仲間やから。俺も仲間やから。このまま最後まで走ってみる。出発進行。頑張ろう。はい、ということでね、なんか異様に平均年齢ですが下がってしまいましたが、若くなったね、俺たち。数学出てきてないの怖いんで。そうね、17か。だろうな。あとでも国語の難易度か、理科。17時の時間でございます。17時の時間でございます。あーやだ。はいね、今のところね、チキムサークルの動画になっておりますがね、このまままず生き残ることはできるのでしょうか。もうみんなに残るって決めたから、はい、俺たちチキムサークルだから。いきます。17時の問題です。はい、その具体的な目標は17個掲げられている。持続可能な開発目標と訳され、2015年の国連サミットで採択された目標のことを〇〇〇 S という。これは余裕ね。これは多分な、ダメだと思う。こいつはダメだと思う。これダメだと思う。これダメだと思う。ヒント、持続可能な開発目標。うわ、優しい。優しい、優しい。あ、これあの入るのはアルファベットですよ。そう言われたら無理。持続可能な開発目標。タイムアップです。何かかけよう。はい、だね、でも自信のある。まあこの3人からいく。3人からいきますか。はい、せーので、ドン。 SDGs。 SDGs。 はいはいはい、これ正解です。やろうな。よかった。やったマジで。そしてじゃあ一旦ピロモラさんいきますか。いきますか。
はい、ではオープン。 SG。 わあ、何の略だった？ G を、 S と G を思い取って SG。 ということで、サネさん回答どうぞ。 SEP。 終わったー。700、700。なんか E が開発っぽくて B が目的っぽかったから全員インフンドルんだけど。はい、じゃあね、生き残った人、車乗って行きましょう。バイバーイ。ごめんなさい。行きます。行きます。行きます。じゃあ、お前らも最近まで仲間やったやん。まあ、とりあえずじゃあもう鳥取のね、宿に、はい、行きに行きますかね。まあ、まあでも落ちたくないな、もう。そうね。まあ、ちょ、電源屋さんイレギュラーやな。そう、電源屋さんは残してれば子供には通してくれたから。そう、ピロマさんも無理やん、多分。サデルも、やっぱ SG 厳しい。ハマさんなんかようわからん、ちょっとなんか、いけるもん分野といけない分野めっちゃあるから。でも、いや、にしても早いと思っとるけどね、俺。そうやな、ちょっと展開早いよ。いや、でもこっから粘ろう、ちょっと粘ってよ、頼むよ。では、18時の問題です。はい。2022年の4月1日から成人年齢が18歳になりますが、次の2つのうち新たにできるようになるのはどっち？これは18歳で新たにできるようになることです。わー。1つ目、馬券の購入。もう1つ目、1人でクレジットカードを作る。さて、できるようになるのはどっち？はぁ、難しくない？冷静に考えてね。では、赤さん、回答お願いします。僕の回答は2番のカード、クレカ。ではこの2人回答お願いします。一斉の2番。いやーし、まだ分からん。いやいや、みんなで死のう。みんなで死のう。みんなで死のう。あの3人はこの旅行を続けることができます。素晴らしい。よかった。はい、というわけ今回は一人でクレジットカードを作るところでございました。俺変えたから1から2に。あぶねえ。すごいな、これ端っこやん。せやね、結構来た。もう着くよ。もうすぐ浜温泉に着きます。かれこれ、いや、どうだったね。実は何時間？マジで2時間、2時間ぐらいかな。半ぐらいかけて来たな。ここやと思う、たぶん。はい、ということでね。緊張するな、やっぱ。でもこの感じになると。まあね、ここでね、もう降りた人はね、もう宿泊まれません。わかんないですけど。あー、やばい、めっちゃ緊張する。着いたよね、もう。はい、着きましたね。はい。で、このね、温泉宿を楽しめる人は一体誰でしょうか。俺だ、俺だ。日本国内では19番目の世界遺産となった日清戦争の賠償金を用いて作られ、1901年に稼働を開始した。ありがとうございます。現在の北九州市に存在した日本最初の官営製鉄所の名前は何でしょう。ちゃんと書いた方がいい。いや、ひらがなも OK ですよ。せーので、じゃん。八幡製鉄所。官営八幡製鉄所。官営八幡製鉄所。正解。俺たちはやれる。やれるぞ。みんなで勝つぞ。やった。いや、よかったよかった。すごい戦闘があったんやな。いや、本当に、うん、結構の死闘ではありましたね。さっき8人に差し入れたじゃないですか、うん、いたね。結構取ったら、え、ちぎったって思って。確かに疲れた。はい、いいですか。いいですよ。なんとこちらでございます。おー、広っ。なんかステージあるやけど。え、ステージで寝る。え、負けた人があそこでなんか一挙してくれるんですか。一撃してくれるんですか、やっぱ。え、すごっ。え、あれ待って、でも大丈夫だね。まあ今のところ生き残ってるから。これはね、美味しいご飯食えるということでね。はい、では、食べていきたいと思います。それでは、今日は待ってください。いただきます。いただきます。いや無理を食おう。いただきます。お前が思うじゃん。うん、どうですか。スーパーの50番ぐらい。かわいい。なんじゃその感じ。いや、今さっきのスタートタコがさ、スーパーやったから。いや、やば、ちょっとなんか嬉しいわ。食事ってこんなに嬉しいことだったの。勝ち得た食事って感じあります。まあ、俺はこっちが。どうですか。うまいっす。お、ああ、皆さん、お食事楽しんでいますか。はい、もちろん。はいね。まあ、楽しんでるところだと思うんですけど、せっかくハワイ温泉来たんで、ね、はい、わかるよ。せっかくなんでクイズしようか。うん、おかしい。はい、
マジで、マジで、まあ、という、まあ、普通にあるんですよ、ご当地クイズですよ、普通にね。はい、では、大丈夫ですか、いきなり、はい、問題いきますよ。川谷温泉は、泉質の分類として硫酸塩泉というものに含まれます。では、あなたの知っている硫酸塩を一つ答えなさい。あ、もう、え、いいそれ、俺まあまあ、あんまり食べたくない。出てくるな。そう、出てくる。中学校でも出てくるよ、はい、出てくるね。そんな別に難しかったわけじゃないんだよ。そうです、科学式なんて中学生の時やった。やりました、やりました。高校受験はまあやってないんだよ。え、別にあれでしょ、電子式とかでもいいよ。類似科学式なんだよ、別に。別に蘇生式だろうが別に。ではまず、オティさん、回答お願いします。はい、NH2SO4。 はい、そうですね、硫酸。はい、例えば、硫酸カルシウムとかここのね、繊維質になっております。カルシウムだったら1個痛い痛い。行こう行こう行こう。 HCL。 あー硫酸じゃない。これはダメだ。あしかも HCL 塩じゃない。塩じゃないか、これ。疑問ですけども、じゃあ若さん、多分無理やと思うわ。答えお願いします。 NH2SO4。 正解正解。同じ使いとるし、かわいそすぎない。じゃあ俺は NH2 でやってるんかなっていうの。あーまあそこはね、悔しい、泣きそう。やばい。ね、ラギさん、こちらで脱落となります。いや、まあこれは叙々苑、俺らがもう手に入れて連れていくしかないよ。悔しいな。正解。俺たちはやめる。濃すぎる、これ。まあでもやっぱね、皆さんもね、退場してる。待って、ここで3人結構頑張ったよ、3人。これで負けるのはちょっと悔しいな。まあでも、まあこれこちらもね、そんな感じ、義務教育の範囲でございますので。まあね、はい、まあね、確かにな。そう、今回まだね、ほとんど逸脱しておりませんので、平時清掃法で絶対敗者復活戦で戻ってきてやる。いや、もうまず帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい。はい、というわけで、問題です。はい、香水、香水、20世紀などの品種が有名である。みずみずしくシャリシャリとした食感や、船橋市非公認のヤバいマスコットキャラクターがモチーフにしている有名な果物は何？いっせーので、ナシ。正解でーす。オッティがナシって言うから、もうちょっとナシ。ヒモナッチです、ヒモナッチです。正解。いけるでしょ。どう、ショートケーキ、ショートケーキ。正解でーす。よっしゃ、生食体制。正解。か、なんか少なかったな、かも人が2人カップルな、俺たち。やってることカップルだよ、これ。それは夜外で。おー、見た。えいよ、しゃ、やった。あー、吐かない、吐かない。この火薬の香りもでも夏の代名詞ですよ。じゃあもう、やばい、眠い。俺のこの写真ツイートすんだよ、これ。激激クソ陰キャ。いいかな、はい、ということでね、皆さん10時47分です。うわ、ギリギリ。まだね、皆さんね、まあ、勝ち残ってきたわけじゃないですか。そうですね、そうだね。まあ、12時、まあ、ちょっとね、御社を出してあげましょう。御社、御社、12時の問題は今回ございます。うわっ、でも、押しております。はい、マジ、まあ、ここに、まあ、もしかしたら当時いられたであろう方いたじゃないですか、たくさん。はいはい、今回ね、敗者復活がね、あ、ここで、ここで。なるほど、何が来てる。なんかまあちょっとね、いるっぽいですよ、実はここにね。あ、もう来てるんや。来てらしいんだね。楽しい楽しいね、見せ物の時間ですよ。お前なんか、すげえ、パクのゲームマスターみたいな感じだった。ゲームマスターですよね。はい、ではね、敗者なんか、お入りください。あ、お前、こんにちは。あれ、どうなの。あ、久しぶりー、久しぶりー。あれ、いや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 、まだやってたんだね、クイズ。2人っきりでよろしくやってんのよ。勝ったから。いやいや、こんなんじゃなかったんすよ、こんなんじゃなかった。いや、寂しいよ。2人だけでやってくると思ってんの。いや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 、まずまずやってたらね、最初の2人でチャンネル主いなくなるのよ。これはお前たちやったら試練だ。にしては、デンガサ見せた時の顔エグいから。俺が見せた時のみんなの顔もエグかったし、俺自身の顔もエグかったの。はい、ということでね、まあまあまあ、ここにね、どうしたんすかこれ。まあ5人のね、あ、まあなんか哀れな子羊がいるんですけどね。あ、まあ今回、一人ぐらいはね、まあこっちにね、移しちゃったらいいですよ。あ、なるほどね、3人から。まあまあまあ、3人で集まって。うちら5人いるんすよね。はい、なんすか。
5分の1ってなかなかの倍率。でも敗者ですよ。倍率がね、5倍というのはちょっとね、あの、本当に理にかなってない。理にかなってない。いやいやいや、どうせすぐ死ぬんですよ。え、何人何人希望です。まあ、でも、5? いや、でも1番は5で。まあ、でも5か、5か。やめたいですよ。まあ、でもせっかくな、でも 1+5+2 で 3! でもその人厳しいですね、こんまんじゃね。そうですね、3人、まあ、態度。でも俺たちが例えば誠意を見せれば3になるかもしれない。そうそう、やってみてからね。そうですね、まあちょうどね、ここ畳なんでね。畳きも我々ですよね。お願いします。まあ、まあまあまあいいんちゃう、さんでも。よっしゃ、さんだ、よっしゃ、さんだ、よっしゃ、さんだ。まあせっかくね、まあ、今回ね、学園旅行ということなんでね、今回もね、ちょっと頭のいい人をね、選別していきたいと思います。よくないよ、それ何でも学歴で片付けるんだわよ。そうやって LINE で言ってたの、高校の。そうやって LINE で言ってた。最強すぎるぞ、それしな。はい、では大事選抜クイズショットルだ。はい、ではね、今からね、簡単なクイズ、大体まあ20問ほどね、読み上げていきます。シャトランの音源に合わせてね、君たちには答えを答えてもらいます。大体まあ、8秒とか10秒ぐらいですか、回答しますね。まあね、これ、もう1人押したってんでね、これ。そうなんや、そうなんや、そうなんや、さっきから、さっきからね、俺も気になったね。すんのね、もうあの、体がね、もろ見えとるよ。というわけで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、うえぇ。今からね、問題を18問ほど読み上げます。誰か間違えた時点でその人は速攻で、鳥取の海に放り出されます。重すぎねえ。それでは皆さん準備はできましたでしょうか。はい、はい、ではクイズショットルーム参ります。4枚はい、2、5、はっ。第1問、オーストラリアの先住民族のことを何という。いや、これマジで、いや、マジで、いや、俺嫌やって。ベンガーはそんなんじゃない。マジで出てこない。僕のヒーローなのに。今は僕の方が賢い。うえー、そうしまってる。一番最初に脱落したので、この人井戸が頼む。はい、井戸さん、井戸さん、どいてください。はい、では、頼んです。参ります。この場に弱いということですかね。3、2、1、スタート。第1問、世界三大珍味はフォアグラとキャビアと何。いけるいける。正解、まだ書き直していいですか、ちゃんと。はい、正解。はい、第2問、奈良時代の次の時代は何という。分からん。あれか、であんな、これだってんのかな。え、これだってんのかな。え、これだってんのかな。いけるよ、これだってんのかな。いけるいける。自信持って。字ちっちゃいよ。残念。江戸って。やばい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 、こんなにやばくない。江戸って書いてる。いやー、マジで。あれ終了ですか。いやー、奈良時代が710年から794年、平安時代が794年以降なんでね。あれもう脱落決定。まあ正直ちょっとね、あのこのミスの仕方はちょっと言い逃れできない感じだね。仕方ない結果だと思います。全力尽くした感ある。全然認め、完全にしちゃってる。はい、ということでね、はい、ではピロマラさん、鳥取の海へ行ってらっしゃーい。マジでバイバーイ。マジで危ねー。バイバーイ。泳いで帰ってください。じゃあ、はい、では、お疲れ。うえ、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 う
はい、ではね、じゃあ単位種目いきたいと思いまーす。次の。いや、マジで危なかったよ。あー、怖い怖い怖い。はい、ではね、第2ゲームは歴史の人物モノマネクイズ。今から我々がね、身を粉にしてね、もう歴史の人物のモノマネをするんでね、はい、当ててください。それを、ね、当てたら勝ち抜けみたいな。いや、これは2丸で正解にしましょう。2回正解して勝ち抜けございます。なるほど、なるほど。はい、ではね、早速まあ、面白い演者の方がね、多分やってくれると思うんで。お前もやぞ。楽しみです。あ、いや、まあ、ピロマルさん読んだらいいですよ、今だけじゃ。確かに。はい、では、やっていきたいと思いまーす。はい、勝つぞ。はい、では、第1問目、参ります。はい、はい、お願いします。お願いします。何これ。楽しい楽しいね、見せ物の時間ですよ。坂本龍馬。違います。西郷隆盛。違います。そうでしょ。まだ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 。アキラさん、ということ。私はこの色の革命を起こしたいんだよ。はい、はい、レーニン。正解。おっさん、何あ、ゼロ人やな。レーニン、レーニン大統領。レーニン大統領ですか。まあ、レーニンです。赤い色、共産主義。共産主義。1ポイントございます。レーニンか、難かったな今の。次の問題いきます。いくよ。アンパンマンポップコーン。今日作ったやつ。今日作ったやつでしょ。ちょっともうちょっと見たい、もうちょっと見たい。うわ、もう分かる分かる分かる。あ、もう見える見える見える。あ、え、なんか急に変わったね。え、あ、でもなんか分かる気がする。ガンジー。うわー、今分かったのに絶対今俺だって分かってたやつ。最初はあの、あ、糸つぶぐ、あの、糸つぶぐ写真やつ。やばい。なるほど。反対から、ね、ボールか、ボールか。なるほど。今の分かったね。うっせー。サービス問題きた。はい。始まってる。はい。北条政子。変なことしだしたよ。変なことしだしたよ。なるほどね。空気が取る。マリアントワネット。ピンポーン。よし。うわー、よし。演劇でいったよ。うわっ。うわ、なんかいるな、こんなやつ。誰だっけ、こんなやつ。おい、今の何？コミクション。リビリビですよね。リビリ。はいはい。ニュートン。正解。シャー。なんで？リンゴ、リンゴか、リンゴか。あのリンゴが落ちて重力を見つけたっていう。いや、あれね、わかる。わかる。目線の動きとやっぱ見つけた。目線。ゲロムズイや今の。ゲロムズイは。つまりサレル2ポイントで復活。うわー、マジか。やばい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 。やばい。マジで。何表情豊かやな。何それ。ダッシュのみたいな感じでね。やばいっすよ。やばいっすよ、お前。やってるじゃん、それは。連なっとるよ。わがないそうですか。ひろゆき正解。誰？こいつ誰？お前いじってないで。これなんか誰よこれ。
これ怪しいよ。いやいや、そちらで決めていただいて。まあまあ、一の定義は人それぞれで、我がにとって一になったらまあまあ。俺を言い出したらちょっと無理。それ言い出したらもう無理。まあまあまあ。まあまあまあ。出題者の最良なんで。じゃあ、ノリ。ありがとう、ノリさん、クリアです。得点は？ない。1、0よ、1、0。これが1で、こっちが0。いきますね。はい。浴衣をね、着てもらおうということでございますかね。復活してすぐ死ぬ可能性あるってこと？